気道から感染するウイルスの感染を抑制するためには気道粘膜の乾燥を防ぐということが重要だということが分かっております。今回、相対湿度 60% に保ちますと、浮遊していたウイルスが落下して付着すること、そして唾液がある存在ではさらにその付着が高まり、ウイルスがの、感染力が保たれるということが分かりました。そこでプラズマクラスター技術を用いてウイルスの不活化を観察してみたところ、効果があるということが分かりました。でしかも、変異型ウイルスに対してもこのプラズマクラスター技術が、ウイルスを不活性化するということが分かりましたので、今後生じてくる新たな変異型ウイルスに対しても対応できるのではないかと考えております。